今日も道路には自動車が溢れるように走っています、うん、すごい表現方法あの昔の昔もう英語の教科書の1ページ目みたいな感じ。今日も道路には自動車が溢れるように走っています。すごい回りくどい言い方。頭にやスローンとマクヘールの謎のストーリー。はい、どうもエンタのゲームインザボックス。毎週木曜日更新の木曜スペシャル、クイズゲーム枠はこちらのゲームをやっていっております。スローンとマクヘールの謎のストーリーというところで、今週もやっていきたいと思います。スタートです。さあ、第53幕からやってきます。キッチンのテーブルで交わされる親子の会話。それは何気ない日常の営みですが、そこに大きなドラマが隠されていることもあるようです。大きなドラマ、食事中の会話、そこにドラマがあったと。第53幕、母と2人の息子。母親と息子2人がキッチンでテーブルを囲んで座っている。母親は息子たちに代わる代わる話しかけ、息子たちも答えを返しているのだが、息子同士が言葉を交わすことはない。仲違いしたわけでもお互いを嫌っているわけでもないのに、なぜだろう。おお、これもうちょっとなんか分かってきたような気がするな。そうだよね、多分。なんか、直感は正しいと思う、僕の。まあ、とりあえず、じゃあちょっと聞いていこうか。まず、母親は、二人の息子、一緒に暮らしている？一緒に暮らしてたわけではないんじゃないかなと思ってるんですけど。いいえ。はい、やっぱりそうですね。長男とは久々の再会でした。二人の息子は、話さないのは、違うな。話したい。話したいと思ってでしょ。あ、良い質問。はい。そうでしょうね。話したくても話せずもどかしく感じていました。そこにはちょっと壁があるというところですね。話したいんだけど話せない。なぜかというところですよね。二人の息子は父親はいると。はい、よい質問。はい、いますね。しかし一人目の息子の父親だけは戦死していました。二人の息子はお互いの出身地を知っている？はい、素晴らしい質問きた。はい、2人の出身地は全く異なる国でしたというところですね。ここですね、これ重要ね。もうそこをちょっと最初から引っかかってた。2人が話せない理由はこういうところじゃないかという。2人の出身地は言語が異なっていた？はい、良い質問。はい、はい、異なってましたね。偶然異なる国で育った2人の言語も異なっていました。ここは深掘りした方がいいのかな。二人の出身地は異なっていた。はい、まあ、ここは素晴らしい質問じゃないんだ。二人出身地は遠かった？はい、遠い。簡単に行き来できる距離ではありませんでした。宗教は関係ないかな。でも長男と久しぶりに会って、長男の父親は戦死しているってどういう状態なのね。どこにおったんでしょうね。どこで住んでたんでしょう。キッチン。キッチンが調べれた。キッチンは、二人の息子。じゃあね。キッチンにいたのは二人の息子と母親だけだった？はい、
同じ部屋に3人ともいました。これ母親を聞かなかのかな。母親の人生は波乱万丈だった。あ、これか。素晴らしい質問です。はい、はい、彼女の人生は戦争によって大きく狂ってしまいました。戦争は一人目の息子、戦争を一人目の息子は憎んでいる。はい、うん、父親が亡くなったからね。それで戦争、母親は夫を失ったと。はい、良い質問。はい、うん、一人目の夫は戦争で命を落としました。戦争で一人目の息子は生き別れになったんかな。はい、良い質問。はい、そういうことですね。だから一人目の息子とはなかなか会えなかった。一人目の息子は母の姉夫婦の元で育ちましたというところですね。はい、じゃあ行きましょう。二人の息子の関係は、異父兄弟かな。この日一人目の息子に起きた嬉しい出来事は再会、二人の息子が話せない障害となっている壁、言語の壁、母親の人生を狂わせたのは戦争、母親はキッチンで何をしている、通訳かな。はい、正しいようです。来ました。母親が生きたのは各地で戦火が上がる激動の時代だった。母親は戦争で夫を亡くした後、他国へ亡命しなければならなくなった。しかし一人息子は連れて行けず、仕方なく姉夫婦に託すことにした。その後彼女は亡命先で別の男性と結婚、もう一人の息子を産んだ。その後戦争が終結したので母親は長男と再会を果たすことができた。しかし異なる国で育った兄弟二人は、互いの言葉が分からず母親に通訳してもらうほかなかったのだ、ということでございました。20世紀は戦争の世紀であったと言われることがあります。2度の世界大戦と核兵器の開発は人類の汚点かもしれません。そして21世紀、私たちはまだ争いを続けています。これ当時も続けていたんだね。とても残念なことです。はい、そんなちょっと歴史的な、なんかすごいディープな話をし始めましたが、開幕からね続いていきましょう。正常の不安定な国では誘拐はビジネスの一つだそうです。犯罪組織が大金持ちや先進国のビジネスマンを狙います。これはそういった利営誘拐、営利誘拐にまつわる物語。金を巻き上げようというためのその誘拐のお話ということですかね。第54幕、誘拐容疑。ある銀行の頭取が誘拐された。頭取が目隠しされ、手足も縛られ、どことも知れない一室に閉じ込められた。頭取、数日後身代金が支払われ頭取は解放。頭取、捜査の結果一人の男が逮捕されたが、担当の刑事は容疑者に一つだけ質問した後釈放してしまった。担当刑事、なぜ。なぜでしょう。事件解決したんかな。そっちの方が気になるこのストーリーの謎よりもその最終的に犯人捕まったんかなみたいな、そっちの方が気になる。まあ銀行の頭取が誘拐されて、で、まあ、解放されたんだけど、一人の男は逮捕されたけど、質問を一つだけして、もうそのまま釈放してしまったというところですね。なぜ釈放したのか。
そして何の質問をしたのかというところですね。まず容疑者の話を聞いていきましょうか。容疑者は釈放間違いだった、間違いだったか、ま、釈放してしまったって書いてあったからね。はい、間違いではないとちゃんとした理由があったと。容疑者は無実の証拠があった。はい、あったんだね。何を質問したかによるね。容疑者は刑事の、容疑者は頭取り。いや、ここじゃないと思うな。ほんまにその質問があったんでしょうね。取調べ室で質問された？良い質問。はい。はい。容疑者は素直に答え、釈放されました。何を聞いたかやな。身代金。受け取ったの誘拐犯？はい。あ、誘拐犯受け取った。しかし誘拐犯にはまんまと逃げられてしまいました。それはそっちの警察の落ち度があるで、それは。使い方。金額？いや。支払う方法とかに関係ありますか？関係ありません。関係ない。銀行。銀行と誘拐は関係がある？はい、ある。銀行の頭取であれば金を持ってると思ったのでしょう。銀行の行員が誘拐犯を目撃していた？いいえ。していない。頭取が襲われたのは銀行にいない時でした。なるほど。頭取に聞いてみようか。頭取は誘拐されたとき手足、それは縛られていたでしょうし、頭取は誘拐犯の特徴を覚えていた？どうだ？覚えてない。目隠しをされ犯人を少しも見ていませんでした。うんうん、そういうなんかその特徴を、誘拐犯の特徴を得ていて、それを質問して釈放したみたいなことやと思ったんやけど、ちゃうのか。頭取が監禁された部屋は容疑者のもの？いいえ。違う。どこで監禁された？でもそこはそんな関係ないと思うねんな。刑事は刑事が釈放したのは容疑者が無実だったから？うん。はい。だったからなんでしょう。刑事にはその確信がありました。ちょっと、なんか、どっから攻めていけばいいんかわからんな。誘拐は手足を縛られていたって、こういう当たり前のことを聞かなあかんねや。な、わかるか、女もう。縛られていたって書いてあんねやからさ。そらそうやね。解放された時もロープで手足を縛られたままでした。ロープ。
ロープのその縛り方っつことか。でも縛り方、結び方に手がかりがあった。はい、やっぱり、結び目から犯人は右利きであると判明したってことは、あれか、結び方、そんなに右利き左利きとかあんの？僕左利きですけど、そんな言われたことないわ、結び方違うねみたいな。器用にやれば左利きでも右の結び方できると思うんやけど。ロープの犯人、ロープには犯人への手がかりがあった。はい、あった。それは容疑者が犯人でない証拠でもありました。ってなると容疑者の利き手はみたいなことは聞きたいんやけど容疑者はアリバイがあった？いいえ、ないんだ。容疑者の利き手を聞きたい、ね、容疑者は頭取を誘拐した？していないんですよ。いいえ、うん、無実でした。なるほど、どう聞いたんやろね。ロープの切り口に手がかりがあった？いいえ、ない。ナイフで切られたようですが手がかりにはなりませんでした。なるね、シークレットワードが。もう分からんけど行こうか。あ、結び目なんやろね。頭取が覚えていた犯人の特徴、覚えてない。釈放を決め手となった証拠品は次のうちどれ？ロープ。その証拠品に残された手がかりとは、結び目。刑事が容疑者にした最後の質問、左利き？正しいようです。まあとりあえずシークレットワード1個は分かってないけども、とりあえず正解しました。容疑者を追い詰めた警察には、警察署にはにわかに祝宴ムードが漂っていた。だが担当の刑事は書類に記入する容疑者の手を見て凍りついた。容疑者は左手でペンを握っていた。実は頭取が縛られていた縄は全て右利きの結び目だったのだ。刑事は容疑者にネクタイを結ぶように指示をした。ネクタイの結び目はやはり左利きのもの。刑事は容疑者に一つだけ質問した。お前左利きか？なおっつってって、じゃあなおっつってって返したっていうね、そういう話。普段は意識することはありませんが、紐の結び方は利き手が違えば逆になります。無意識にそうしてしまう行動だけに刑事は容疑者の無実を信じたのです。意地悪な見方をすればこれはトリックに使えるかもしれません。そうです。じゃあ続いていきましょう。とても恐ろしい事件です。何が彼女を操作したのか考えてみてください。それだけ追われてもやなそれだけ追われてもどないせいよ。第55幕、斧で一撃。女は見知らぬ人の家をノックしてトイレを使わせてもらえないかと頼んだ。女はトイレから出てくると手にした斧でその家の男を殺し、その家を出て行った。恐ろしい事件ですね。なぜ？それは恐ろしい事件。まあ女から聞いていこう。女は計画的に殺したんですか？いいえ、違う、衝動的だったと。一応衝動的かどうかも聞いておこうか。良い質問。はい、
衝動的だったのね、劇場に駆られ気がつけば斧を手に取っていました。何でしょう。女は斧に見覚えがあった。おお、素晴らしい質問来た。はい、あった。斧を見て女は父親のことを思い出しました。父親、じゃあ父親の斧か、これもしかして。父親の仕事はな、商人、詩人、傭兵、農業。いいえ。でなんか木こりみたいなことやと思うんやけど、父親の仕事は商人。あ、良い質問。はい、父親旅商人でよく幼い娘と一緒に旅に出ていました。父親の斧っていうことじゃないのかね。父親のことを女は好きだった、はい、だから殺したんでしょうね。ただこいつが何者かやね、この家の住人は。父親死んでいる？良い質問。はい、死んでいる。それも20年も前のこと。おお、そう。父親犯罪者だった？いいえ。っていうわけではない。斧。斧は男のものだった？これを聞きたかった。はい。あ、そうなんだ。しかし長いこと使われていないようです。いや、その斧で殺されたんかな、父親は。じゃあ。ってなると、斧はその家のトイレにありましたか？あった、はい、女は偶然その斧を見つけてしまいました。それで衝動的に殺したと。斧は古いものだった？良い質問。20年ぐらい前のやつか。はい、何年も前から使われていたような古びた斧でした。男は斧を仕事のために使っていた？いいえ。違う。男は斧を犯罪？おお、素晴らしい質問来た。はい。しかしそれは過去のことです。男の過去。男の過去は、なりわい。密漁者、武器商、山賊？山賊でその商人である父親を見つけて、で、なんかこう、はい、斧で殺害したみたいな感じなのか。男は斧の他に、人を襲う際、必ず装着していたものがありました。装備品。装備品は鎧、眼帯、覆面。勘がいいね。覆面でした。ほら、そのため女は男の顔に全く見覚えがありませんでした。まあ多分そういう感じのことやと思うんですけどね。あんまそこまで質問してないけど飛躍した考えでそのままこう取り込んでいこうとしてますけど、まあ行ってみましょう。女がトイレを借りた目的は用を足す。それはそこなんですね。女が斧を見つけた場所、トイレ。女がその男を殺した理由、敵討ち。女が斧を見て思い出した大切な人、父。
男の、なりわい何だった？山賊。そのなりわいをする際必ず装着していたもの、覆面。はい、来ました。正しいようです。でもそいつはどうも分かったっていうのはすごいな、斧見ただけで。これ中世ヨーロッパでのお話。女が幼い頃旅商人である父親と寂しい山中を旅していた。そこで親子は覆面をした山賊に襲われた。偶然他の旅人が通りかかったので女の命だけは助かったが、父親は山賊の振るう巨大な斧によって無残にも殺されてしまった。それから20年、親子を襲った山賊は足を洗い町外れでひっそりと暮らしていた。そこへ偶然は、父親を殺された女がトイレを借りに来たのだった。覆面姿しか知らない女は最初は家の男が山賊とは気づかなかった。しかしトイレにあった巨大な斧を目にした時全てを理解した。女は優しかった父を思い出し劇場に駆られて、斧を手に取った。そして油断していた男の背後から復讐の刃を振り下ろしたのだった。人違いだったらどうするつもりなんやろね、人違い殺人や。そんな特徴的な斧ってある？世の中には多くの恐ろしい犯罪がありますが、残念ながらその全てを告発されるわけではありません。世の中に潜んでいる犯罪者たちは何を思って暮らしているのでしょう。続いてのニュースですつって、バカ野郎つって報道ステーションみたいなことやってるやん。続いてのニュースはつって、バカ野郎。世の中にはコレクターと呼ばれる人たちがいます。蝶の標本、貴重な初版本、ミニカ、アイドルの写真集などなど、コレクションの対象は多岐にわたりますが、コレクション趣味の王様といえば切手コレクションです。切手ね。第56幕、切手コレクション。熱心な切手コレクターの男がいた。彼は希少価値の高い切手コレクションを売るという広告を見て大急ぎで買い求めた。男は素晴らしいコレクションを破格の安値で手に入れたが、なぜかカンカンに怒っていた。その理由は、これもなんとなく分かった気がするな。この男は多分奥さんと暮らしてるな奥さんと暮らしてるやろ。だから多分そういう感じやで。もうコレクターとその夫婦関係ってすごい重要だからね、これ夫婦関係が一度にもつれ出すと、こうコレクターとしてのそれが一気に崩れ出しちゃうからね。そういうことなんでしょう多分。だから男が怒るのはコレクションに見覚えがあったから。これ素晴らしい質問ではないんだ。男のコレクションは、男はコレクションを持っていた？はい。なるほど、全然素晴らしい質問が来ないねストーリーは大体見えてんだけど素晴らしい質問は来ない。コレクションは誰か売ったやつ。夫は自分のコレクションを誰かに売っていた。逆やと思うんやけどな。いいえ。ちゃうね。俺が聞きたいのはその誰かがそっちを売ったんだろうっていう、そういう話やんだけどね。コレクションは、男のものと似ていた？はい。非常によく似ていました。コレクションは大量にあった？はい。大量の切手が集められたコレクションでした。コレクションは安かったですか？
価値を知らないからね、多分ね。はい。出品者は切手の価値を分かっていなかったようです。やっぱりね。広告。広告の出品者は名前が書いてありましたか？はい。それはとても見覚えのあるものでした。見覚えどころじゃないでしょ、そんな。多分見覚えどころじゃない。出品者の住所は書いてありましたか？はい。それもとても、見覚えがあるもの。出品者の電話番号も見覚えがあるんでしょう。じゃあ、良い質問。はい。うん。全て見覚えがあると、出品者には。あ、ヒントが来た。男は誰かに憎まれていたみたいですよ。あ、これで妻が出てくるのか。男は誰かに恨まれていた。はい。はい。それは男の妻でした。妻は怒っていた。はい。はい。男以上に怒り狂っていました。恐ろしい。恐ろしいな。直したんや、ほんま。妻は男を恨んでいた。妻は復讐をしたんですか？はい。それは大成功でした。いや、結果的に大失敗やろ、それは。妻は切ってコレクターですか？はい、コレクターではないですね。切手には全く興味がなかったようです。妻は男をよく知っていた。なるね。次のシークレットワードは。広告のコレクションは高価だった？いいえ。ああ、そうそうそう。それそうや。それそうや。それはいいえ。価値は高価だったのかっていう。珍しいものだった？はい。うん。ちょっとシークレットワードが出てこないな。詳細も載ってました？はい。うん。どんな切手が収められているか詳細に書かれていました。広告を見た男は驚いた。はい。うん。ひどく動揺していました。嬉しかった？いいえ。嬉しくはないわな。もういいか。もう行こうか。もうどうせ妻が売ったんでしょっていう話ですからね。男が怒り出したのは、切手コレクションはどのようなものだったから、見覚えのあるもの。切手コレクションの出品者は誰だった？妻。その、人物が切手コレクションを出品した理由は、腹いせ。男が切手コレクションを売るという広告を見た場所。場所。見た場所。知らん。自宅？売り出された切手コレクションの持ち主は男。場所は知らんて。そう、見た場所は知らんて。広告を見た
のは自宅ですか？いいえ。音がいつもとは違う場所にいました。え、それを出さなあかんのか。どこで見たんや。こう見たとき、男の近くに誰かがいたようです。広告を見たとき。広告を見たとき、男は一人で見ていた？あ、これか。いいえ。男の横には妻以外の女性がいました。おお。あ、話が変わってくるぞ。女性は出品者ではないでしょう。いいえ。女性は聞き手でしょうか、なんかですか。いいえ。でもない。女性は友人？違う。誰でしょう。女性はまず 何者なのか。女性は男の妹とか。いいえ。うん、きな臭くなってきたな。これじゃあれか、妻が怒ってんのはこの愛人関係的なことやったからか。はい。ああ、それで怒り狂ってたんか。その存在を妻も知ってました。だからか。じゃあ愛人宅でみたいな。切手コレクションを見覚えのあるもの。切手コレクションの出品者は妻。切手コレクションを出品した理由、腹いせ。切手コレクションを売る広告を見た場所、愛人宅か。売りに出されてた切手コレクションの持ち主は男。これで正解ね。正しいようです、はい。怒っていた理由もそこまでちょっと探っておかないと、クリアできないようになってました。男は最近自宅を出て愛人と暮らし始めたばかりだった。怒った妻は腹いせに彼の貴重なコレクションを売りに出してしまった。男は広告を見てそれに気づき慌てて買い戻したというわけだ。うん、それ愛人の家に住む前に一緒にそのコレクションも持ってきゃいいのにねだからおられん、その男には同情できませんが、コレクターにとって自分のコレクションが勝手に売られるのは悪夢そのものでしょう、うん、ヒヤッとしたでしょうね。これ誰かに買われた日にはもうブチギレる。まあ自分が招いた結果なんだけどね。はい、じゃあ続いていきましょう。今日も道路には自動車が溢れるように走っています。うん、すごい表現方法。昔もう英語の教科書の1ページ目みたいな感じ。今日も道路には自動車が溢れるように走っています。すごい回りくどい言い方。そしてちょっとした不注意から交通事故が起きているのです。第57幕、おかしな大事故。ジョンは不注意運転で事故を起こした。ジョンも相手の運転手もシートベルトをしており大した怪我はなかった。しかし相手の車に乗っていた別の人はシートベルトをしておらず、体に大きな損傷を負うことに。裁判の末、ジョンに課せられた刑罰は重傷者が出たとは思えないほど軽かった。なぜ？なんでしょう。不注意事故を起こしてジョンも相手の運転手もシートベルトをしておったから大した怪我はないんやけど、相手の車に乗ってた別の人はもうすごい損傷を負うことに。損傷を負うことにっていうその言い方よね。大きな損傷、大きな怪我をしたとかそういうわけでもない。損傷っていうそのなんかちょっと回りくどい言い方になってるのがちょっと気になる。
シートベルトは法律の義務。まあそりゃそうやろ。良い質問なんや。はい、はい、しかし別の人はつけなくても違反になりませんでした。別の人だったものやろ多分これは。別の人だったものやろこれ。別の人は助手席にはいないでしょこれ。いいえでしょ。いいえ、うん、助手席にはいないんですよ。後部座席にいました。後部座席っていうのもなんかおかしな話やな。多分後部座席でもないと思う。後部箱席みたいなことでしょう。別の人は損傷は治る見込みがあった。いいえでしょう。いいえ。完全に元通りにつなげることは難しいようです。うんうん。別の人がシートベルトをしなかったのは必要がなかったから。はい、素晴らしい質問。はい、はい、別の人はシートベルトができない特殊な状態でした。特殊な状態、特殊な状態とは死んでいたからじゃないですかと。はい、良い質問。はい、そうですね。相手の車に乗っていた別の人は事故の前から死んでいました、うん、だから刑が軽かったんでしょうけれども、もう一つのシークレットワードは何でしょうかというところですね。相手の運転手、の仕事中でしたか。はい、うん、なんか霊柩車的なことを聞きたいんやと思うんやけど、ちょっとそれの引き出し方がわからんな。別の人を仕事での付き合いですか。はい、うん、あったのは今日、その日が初めてでした。まあいいか、これでいきましょう。今回の事故で最も問題があったのはまあジョンだよね。相手の車に乗車していた別の人が事故以前に失っていたもの、生命。相手の車が運んでいたのは、遺体。ジョンが事故を起こした相手の車はどんな車だった。霊柩車。はい、はい、正しいようです。ありがとうございます。ついでに言えば、重傷を負った人は事故が起きた時心臓も止まっていた。とはいえそれは事故のせいではない。相手の車は霊柩車で、もともと死んでいた人を運んでいたのだ。相当罰当たりな今回の事件だが、法律的に考えれば罪は軽いようだということでございました。後部座席って言い方がね、もうなんか引っかかって仕方がない。あれは席ではないと思う。後部箱置きみたいな、そういうところでしょ。本当、事故を起こすつもりで自動車を運転している人はいません。自分だけは大丈夫なんて根拠のない自信は危険です。さあ心を引き締めて今日も安全運転でいきましょう。それではトラフィックインフォメーションですって、ラジオ番組かバカ野郎。本当に、じゃあいきましょう。続いて、一生の友達でいたかったから、痛かったら決してお金を貸すなと言います。それほど金の貸し借りは友情を壊しやすいのです。でも友達に頭を下げられているのに断るというのは難しいものです。うん、そんなお話。第58幕、借金を返したい。スミスはジョンから1000ドル借りていた。ジョンは何度も返してくれと言ったが、スミスは返す気配がない。返したれよ。しかしある日スミスは1000ドルを現金で返そうと申し出た。うん。ジョンはなぜかその申し出を断り、頑として受け取らない。今日に限ってなぜ。なぜでしょう。このジョンの
じゃあこのある日のスミスのこの1000ドルは大丈夫な1000ドルなのかな。この1000ドルはスミスが稼いだやつですか。はい。あ、そうなんや。正真正銘スミスのお金でした。じゃあなんで断ったんでしょう。借金してる？いいえ。わけでもない。ない。偽札？いいえ。でもない。小銭？いいえ。違う。1000ドルをお札で、金額もぴったり。なんでしょう、なんで手に入れたやつなのこれ。結婚がついてる？いいえ。そういうわけでもない。そう、物理的に汚いお金でもないと。スミスは1000ドルを持っていた。はい。たまたま持ってました。どういうこと。でもスミスのお金なんでしょこれは。たまたま持っていたっていうのはない。金を返す予定だった？いいえ。最初から返す予定ではない。ある事件が起こるまで返す気はありませんでした。ある事件。スミスが金を返すと言ったのは理由があった？はい。あった。明確な理由があり、その理由をジョンも知ってました。ほう、なんや。スミスとジョンは危険な状態にあった。お、良い質問。はい、あったんだ。ある事件に巻き込まれました。なあ、この、この1万、この1000ドルは何やな、これ。なあ、スミスはもともと貧乏ですか。まあ、金借りるぐらいやから。関係ないね。あ、でもその関係ないね。関係ないね、それは。そ、今回の事件には関係ないね、全く。スミスは、ずる賢いやつやね、つって、はい、つって言うてる。スミスはずる賢い。あ、ヒントが来た。ついにヒントが来ましたよ。スミスとジョンがいた場所はどこだったのでしょうか。スミス and ジョンの場所。素晴らしい。はい。関係があんねん。二人は同じ地下鉄に乗ってました。地下鉄でこういうお金を返すみたいな話があっての問題がある。地下鉄に乗ったのは金を返すため？いいえ。いいえ、違う。地下鉄は治安が悪いんですか？お、素晴らしい質問。はい。悪いんだ、治安が。その日二人が乗った電車には強盗がいました。強盗。強盗は乗客から金を奪った？はい。奪った。強盗は片っ端から金を奪っていきました。やべえやつが乗ってんな。強盗はスミスの金を奪った？奪ったんだ。スミスは強盗に金を渡すくらいならと考えたようです。なるほど。そういう事件があったからということなんですかね。スミスとジョンは地下鉄にいました。スミスとジョンはどんな状態だった？危険。スミスとジョンに迫ってきていたのは強盗。スミスが返すと言った1000ドルはどんな金だった？奪われる金。
正しいようです。はい、正解でございました。だってスミスは1000ドル手に入れたのね。一生懸命働いたの。返す気はなかったらしいのに。2人は地下鉄に乗っていた。突然強盗団が2人の乗った車両に乗り込んできて、乗客の持っている現金を片っ端から奪い始めたのだ。強盗がもう少しで2人のところまで来るという時になって、スミスが借金を返そうと言い出した。スミスの財布にある1000ドルはどうせ奪われてしまう金。それならせめて借金を返したことにすればスミスは得をする。もちろんジョンにとってはたまったものではないが、うん、たまたま持っちゃってたのね。どうもこの2人は友人同士には見えませんね。とにかく相手のことを思いやる間柄ではなさそうです。2人とも強盗に有金全部を巻き上げられたはずですが、その後の関係が気になります。そんなね、ピンチな状態でそんなことを言い出した上に仲良くしようぜってなれるかどうかというところですね。もう一問だけ言っておきましょうか。もう時間的にはもうまあまあ来てますけども、行きましょう。ラスト、印刷技術が一般化するまで本は非常に貴重でした。何しろ1ページずつ手書きで作っていたのですから。昔の人が現代の書店の棚を見たらさぞ驚くことでしょう。さて次はある本の物語です。指輪物語的なことでしょうか。ロード・オブ・ザ・リング第59幕、有名な本。その本が初めて世に出た頃、手に取るのはごく一部の金持ちだけだった。金持ちだけ。現在ではごくありふれたものとなり、誰でも手に入れられるようになった。誰でも手に入れられる。とはいえ、未だに書店では買えず、図書館で借りることもできない。その本とは一体何？何の本でしょうか。さっぱりわかりません。有名な本。本の作者は有名ですか？いいえ。有名じゃない。本自体は有名なのですか？何でしょう。現在でも読む人は多いですか？良い質問。はい。多いんだ。しかし最近になって読者は減少傾向にあります。希少価値が高いですか？いいえ。高くはない。現在でも頻繁に読まれるもの？いいえ。必要な時は限られています。読むには期限があった。良い質問。はい。あるんだ。その本の情報は基本的に1年に1度更新されます。な、タウンページ的なこと？読むのは主に男性？関係ありません。関係ない。これはじゃあもうここは読むのはあんま聞かない。いいか。本はとても重たい。分厚い？はい。うん。初出版された時期は重要ですか？お、素晴らしい質問。ある機械が発明されてから必要になりました。もしかしたら電話。機械は発明、有名な人が発明した。はい。うん。機械は現在も使われている。はい。現在では持ち運びタイプが当たり前になっています。現
在。その機械は誰でも持ってます？はい、はい、一家に一台どころ、あるところがほとんどです。その機械がないと本は意味がない？はい、ないですね。タウンページ的なことだと思うんやけど。その機械は便利ですか？はい、遠く離れている人とも話せます。もうお分かりですよねもう一つのシークレットワードは分からないままですけども、とりあえず行きましょうか。あ、ヒントが来たわ。シークレットワード2つ目行きましょう。その本には特別な内容でも書かれていたのでしょうか？本には特別な内容が書かれていますか？はい、素晴らしい質問。はい、はい、その本の中にはとても便利な情報がたくさん詰まっています。便利な情報、便利な情報とは数字の羅列ですか？はい、良い質問。はい、数字の羅列がとてもたくさんと書かれていましたというところですね。じゃあいきましょう、回答しましょう。その本の使い道は検索。その本は現在どのような変化を遂げている？電子化かな。その本が必要となったきっかけを作った機械、電話。その本に書かれているのは電話番号。どうだ？はい、正しいようです。おそらく多くの方が、一家に一冊持っているのではないだろうか。その本とは電話帳のことだ。最近はインターネットや携帯電話の普及で存在が薄まった感があるが、その物理的な存在感は健在である。はい、もうでも見なくなったな、電話帳は。ほんまに、分厚い電話帳を開いて名前だけを頼りに電話番号を調べていくと、似たような名前が並んでいて、まるで正解探しのゲームです。自分と同姓同名の人を見つけた時の、不思議な感覚も楽しいですね。たまには電話帳を開いてみてはいかがでしょうか。何のアドバイス何のアドバイスするかつって。はい、そんなこんなではありますが、今週はここまでしたいと思います。スローンとマクヘールの謎のストーリー。はい、ということで今週はここまで。来週は60幕からかな。はい、やっていきたいと思いますので、次週もお楽しみに。というところで今週はここまでしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。ゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。